ハイスパーブウェブラジオ、ハイスパーブのハイハイキャスト。スパーピーハイスパーブのみです。スパーピーマグラです。今週はこの2人でお送りします。お願いします。はい、ということでお久しぶりです、はい、お久しぶりでございます。前回ちょっとマグちゃんの代打ですいません、ちょっと撮らせていただいたんですけど、とんでもないです。はい、だいぶ鼻声ですね。そうなんですよまあちょっと病み上がりといったはなんですけれども、はい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 、まあもう病院の方って病院の方、うん、お医者さんにはお医者さんですね、大抵ね出ていいって言われてるんですけど、はいはいはい、まあ、なかなかこうちょっと季節の変わり目もあって、まあそれもあるか、ちょっとやっぱ鼻水が詰まっちゃったりとか、まあ、秋花粉もあるんで、うんうん、そうねそこら辺はあるんじゃないかなっていうところで、はい、ちょっとまあ無理なさらず、はい、すみません申し訳ないです、ね、いえいえということで、はい、こちら放送日がですね10月28日オンエアなんでございますけれども、はい、あさってはなんと31日ハロウィンでございまして。マジかい、もうそんな時期でございますよ。早いですよ。レオくんともね、はい、ハロウィンのちょっとこうお話とかもしたんですよ。はいはいはい、はい、もうすぐハロウィンだねみたいな、前回、うん、前々回の早いキャストかな、はいはい、わかんないけれども、うん、お話しして、まあもう3日前まで迫ってね。そうですね、まあ、ハロウィン終わっちゃったらさ、次のイベントって言ったらもうクリスマスになっちゃうもんね。なっちゃうっすね、しかないっすね。だよね、それ終わったらもうすぐ年越しなんで。でしょ、いやもう1年早いですよ。いやそうなんだよね、マジやっという間。この時期になるともうさ、大抵久しぶりにお会いする人とかとさ、はい、話すときそれから入るもんね。入ります、早いっすねみたいな。もう1年っすもん、だって僕たち一緒にお仕事してたのって今年の1月っすもんねみたいな感じだもんね、はい、そっから入るもんね。そうっすね、とかもうもはや来年にやってるから、あ、明けましておめでとうございます。いや可能性あるもんね、パターンもありますんで。そうだよね、皆さんもね今年中にやれることがあれば、はいはい、まあもちろんハロウィンもそうですし、クリスマスもそうです、それ以外にね。そうね、おのおのいろんな過ごし方あるかなと思いますけど、うん、ハロウィンはどうですか、なんか思い出深いものとかってあるんですか。僕はハロウィンちゃんとやったことない。 あ、一緒だね。ですね、うん、ちょうど学生時代バイトが渋谷の時があって、はいはいはい、そっちの方でね、それもう本当にドンピシャで、あの全盛期、はいはい、あの渋谷のね、そう人が集まるハロウィンイベント、まああれハロウィンイベントっていうか別にね、その区がなんかやってるわけじゃないもんね。わけじゃないですけど、まああの集まる、最近はちょっと減ったって聞きましたけど、あの時期ちょうど僕渋谷でバイトしてて、うん、もうちょうどその日にでも8個が空いてないんですよ。あ、そうなんだ。まあでもね、僕なんか映像でしか見たことないけどさ、舐めてたんですよ。いやそうだよね、まあ、お客さんは来るだろうけど、うんうん、まあ帰りは割と一体帰れるかな、むしろみたいな、はいはいはい、電車は混んでないかなみたいな、街は混んでるけど、うんうんうん、でももはや改札すら空いてないっていう。改札はどうやってあれ帰るの、あの八甲じゃないとこまで行かなきゃいけない。あ、そうなんだ、そこはもう止まっちゃってるんだね。ここは、はい、あの出入り口じゃないよっていう、通行禁止になってるっていうね、はい、マジかと思ってちょっと舐めてましたね。そうね、ちょっとまあ本当に今年はどうなのかちょっと分かりませんけど、分かんないですけど、皆さんね、あの楽しんで、そうこの節度あるハロウィンイベントをお過ごしいただけたらなというふうに思っております、うん、はい、はい、ではそろそろ番組進めていきましょう、はい、ハイスパーブチャンネルからお送りしていますハイハイキャスト、皆さんこのチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは今夜もハイハイキャストスタート。ハイスパーブのハイハイキャスト、今回お送りする企画はこちら、眠れない夜の過ごし方。イエーイ、なんかあれみたいですね、初めての中みたいな。そうねなんかそうね、不思議な感じしますね。まあでもありますよね、眠れない夜あるか。っていうかなんか一気に寒くなりすぎじゃないですか。
寒暖差もあってね、そっちの眠れないなの、うん、そっちも含めて、あ、そっち、じゃあ布団ちょっと厚めにしてください。それもそうですね。いやだからまあ今この放送のタイミングがどれぐらいのね気温か分かんないですけど、まあそうね、だいぶでも冷えるんじゃない。10月ちょうど入ったタイミングじゃないですか。冒頭に近いか。そうですね、初旬、まあ、過ぎてね、うん、いやここ10月初旬の何日かのこの温度の変化、はいはい、まあ、体調もありますけど、うん、多分寝れてない人とか急に寒とか、でも朝暑みたいな、それで寝れないは絶対あるもんね、うん、絶対起きちゃうとかはあるんで、はいはい、まあだからそう今ぴったしなところなのかなっていうふうに思いますね。山口さんおっしゃってくれました、もう秋でもうすぐ冬でございますけれども、はい、まあまだね季節的には秋ということで、うん、秋の夜長という言葉があるほど秋はね夜が長いと言われています。ありますね。そんな秋の夜長、当然眠れない夜もあると思いますので、はい、それを皆さんその時どうすんのっていうですね、うん、なんかその解決策的なことをお聞かせいただきたいなという、嬉しいなそれ、しっぽりした感じのコーナーになっております。いいですね、はい、秋か、もう秋だから秋なのかこれは。寝れないんなら寝れる努力をすんのか、寝るくなるまでなんかこうまあ何体をねちょっと動かしたりとかさ、ゲームしたりとか頭使うとかいろいろあると思うんですけど、悩ましいんですよねこの辺ね。ちなみにワグちゃんは寝つきはいいタイプなんですか。良くないです。あんま良くない。はい、寝ようと思っても寝れない。寝れない、まあ携帯いじっちゃうのが良くないんですけど、はいはいはい、んで、まあ、寝れないで究極諦める時もあります。例えば朝、うん、9時の仕事とか早い時ね、はい、10時ぐらいだったらもうこのまま行こうかなってパターンもあります、うんうん、寝ずに、時もあります。だから逆にそれがまあ大体3時間のリハとか、うん、だったらその3時間さえ耐えれば頑張れば、まあ、その後寝れる。今寝れないもうで、あと2時間で出なきゃいけない時に寝るの怖くないですか。そうだね、寝過ごしちゃう可能性もさ、うん、当然あるわけじゃん、その時間に寝ちゃったらね。だからどっちにしようかってあのもう何とも言えない気持ちの戦い、 あれ嫌です。なるほどね。もう寝れてたらそんなこと考えないです。はい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 、もうな、早くああいうのなくしたいんですけどね。もっと寝つきよくなれば嬉しいんですけど、うんうん、でもさ多分こう自分なりのなんかこうしたら寝れるよっていうさ、はい、マグちゃんにとって一番いい何かがあると思うの。まあそうですね、多分僕はなんかラジオとかなんか人の声がちょっと聞こえてると寝やすいの。なるほどなるほど。そうだから毎回まあアラーム設定したら、はい、なんかねポッドキャストとか、はいはいはい、なんかしらラジオをつけて寝るんですよ。それは別に快眠するためのなんかあの睡眠用なんたらじゃなくてもう何でもいい、まあ、お笑い芸人さんだったりとか、はい、ね、いろんななんかこうあるんですけど、うん、もうとにかくそれ流してたら気づいたら寝てること多くて、それめっちゃいいな。そうそう、まあまあでもね人の声がさ気になって寝れないっていう人もいるやん。そうする音苦手な人とか光が嫌だな人もいますしね。そう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 、僕はね逆にあのシーンとしてる深夜の、はい、まあ無音じゃないけど、はいはいはい、静寂が逆にこう神経を研ぎ澄ましちゃう。あ、まあ、考えませますからね耳をね。そうそうそう、頭がこうひらめいちゃうんで。確かに確かに、まあ、そんなこと僕はするんですが、まあ皆さんのね、ね、こう寝つきのいい方法なんかいろいろお送りいただいたので、うん、はい、読ませていただこうかなと思います。ね、じゃあマグちゃんちょっとメールを、はい、お願いいたします。ラジオネーム、マグノスケさんからいただきました。ありがとうございます。あなたですか？僕じゃないです。あなたではないんです。僕じゃないです。別の方ですか？僕は送ってないです。はい。はい、おみちゃん、マグちゃん、シュパピー。シュパピー。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。今回のメールテーマが私にドンピシャすぎたのでメールを送らせていただきます。はい、私は夜型の人間で、うん、布団に入ってからも1時間以上起きていることが多いのですが、長いですね。アロマを焚いて音量小さめで音楽を流すと眠りにスッと入れるようになりました、うんうんうん、音楽はタイマーのような機能で30分後に自動に止まったりする機能があるのでおすすめです。はい、多分この方法は個人差があると思いますが眠れない日はぜひ試してみてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか女性らしいですね、なんかアロマってことかね。アロマを焚いてね、男性は多分寝れなかったらアロマ焚こうって概念があんまりないから、まあね、今終わってなりましたね。あ、そうだね、確かにな、匂いな、匂いね、五感に刺激させるって大事なのかな。まあまあ確かに、なんかそのリラックスできる空間を作るってことだよね。ですよね。まあ触覚はちょっとむずいじゃないですか。そうね、あのまあ抱き枕とかそういう話になっちゃうし、はいはいはい、そこはもうそれぞれなんで、やっぱ耳、聴覚と嗅覚、うん、嗅覚、まあ視覚は閉じてるんであれなんで、うん、やっぱこの2つ、まあ、味覚ももうどうにもできないし、そうアロマね、なんかさその買おうかなとか思うことあるんですよ。僕も匂い好きなんで、はいはいはい、
でもさ、なんか過去の自分の経験からして、うん、なんかこうお香とか買ったことあるんですよ、はいはい、でもなんか万が一地震とかで怒って燃えちゃっても嫌だなとか、まあまあまあ確かに、とかあとなんかその服に匂いつきすぎるのも嫌だなとか思って、いやそうなんですよ、使わないことが多い、長いやつとか、そうそうそう、この時間が、だからちょっと敬遠してたんですけど、まあ、こうやって改めて聞くとね、俺よくどこに売ってたかな、うん、まあ、どっかのお店に売ってたんですけど、でしょうね、どっかのでしょうね、はい、熱を浴びさせてろうに、ん、でそのろうが溶けるんですよ、はいはいはい、熱浴びると、でそしたらこうドゥルドゥルになるじゃないですか、言うたら、はいはい、液体、ね、液体になるじゃないですか、でそうなると匂いがやっぱ出るじゃないですか、うんうんうん、まあ、ろうそくって溶けると匂い出るんで、けどそれを明かり消して熱消して、うん、また涼しいところに置いていけば固まるっていうキャンドル、あれってさどうなんだろう、もうほぼ半永久的に、いやそうです、どうなんだ、そうなのかな、俺家に前あったんですけど、うん、半永久的でしたね、でもさ香りは消えてくるでしょ、匂いはめっちゃします、ずっとじゃあ残ってんの、残ってます、なんか分かんないけど、へえ、なんでか分かんないですよ、ただ確かにそうか、まあ上についてキャンドルの紐あるじゃないですか、うんうんうん、あいつはもう一瞬で下に行きます、そうだね、溶かしてるんで、そうか、ろうは残るのか、そうなんですよ、だからまあろうそくで言うと、うん、ああいうのってまあその紐に火つけちゃってるから、はいはい、まあ、溶けていくじゃないですか、うんうん、でもその熱とか明かりで溶かしてる場合はそうか、いらないもんね、そうなんですよ、火がないから溶けないんですよ、溶けてもその器内で溶けてるだけで、はいはいはい、すぐまた元通りになるっていう、なるほどね、だからまあ怖くもない、火事にもならないしなんか便利グッズ紹介じゃないからね、あ、じゃあ違います、そうね便利グッズ紹介かなと思っちゃったけどそんなのもあるんですね、あるんですよ、めっちゃいいなと思って、はー、いいですね、ぜひちょっとなんか、はい、おすすめの匂いなんかもね、あ、確かに今度もしあれば教えてほしいですね、そうですね、甘い系なのかもね、はい、お願いいたします、はいはい、ありがとうございます。じゃあ僕もちょっと言わせていただこうかな、はい、お願いします。ラジオネームかりんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。おみくん、まぐちゃん、しぱーぴー、しぱーぴー、いつも楽しく聞いています、ありがとう。私的眠れない夜の過ごし方はアニメを見るです、うん、小さい頃から夜中に部屋を暗くしてアニメを見るのが好きで、うん、特に眠れない時は寝るのを諦めてアニメを見たりしています、はいはいはい、そんな眠れない夜のお供を増やしたいので、おみくん、まぐちゃんにぜひおすすめのアニメを聞きたいです、ということで、なるほど、アニメか、アニメか、まあ、通ってきましたよね。でもさ、アニメ見るとさ次気になっちゃってさ、いやそうなのよ、寝れなくないって思っちゃうんだけど、あ、一気見切っちゃうかみたいな、そう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 、まあ、うまくねこうやめれる人だったらいいですけど、まあそっか、でもなんかちょっと僕わかるんですけど、うん、僕もなんか映画見てると寝ちゃう時あるのよ。あー、でもありますね、あるよね、なんか動画見てたりとか、そうそう、だから延々なんかその寝ちゃったらさ少し前からさ、はい、巻き戻してみるやん。そうですね。で寝たところでまた寝ちゃうのよ、うんうんうん、だから延々見れないみたいなことが結構あってなんかね、あ、一生物語が進まない、そうそう、進まないなみたいなこともあったんですけどまあなんかそれに近いのかな。そうですね、ね、夜中にアニメ、まあまあ昔見て、中学生高校生の時とかかな、見てたの。見てた。なんかさ、おすすめのアニメを聞きたいですってことですけど、まあマグちゃん的に、何でもいいんじゃない。何でもいいですか、うん、昔のやつでもいいし、まあ最近のやつでも何でもいいと思うんですけど、まあやっぱ原点にして焦点感あるのやっぱ SAO ですかね、僕は。ああ、ソードアートオンラインですか。めっちゃハマったんですよね。そうね、なんかまあ結構やってるじゃないですか。まあ今もう3期もっとやってるでしょ。 5期ぐらいいってます。結構や、もう5、6期ぐらいいってんじゃない。そんないってます。めっちゃいってると思う。あのあれか、アリシゼーションとかちょっと分かんないけど。そうですよね。僕もな、一期結構見てて、はい、そこからまだちょっと終えてない部分多かったりするんですけど。いや、マジ衝撃でしたよ。そうね、なんかこうあのデスゲームなんだよね。そうなんですよ。なんかあの VR みたいなさ、そうす、ナーブギアっていう、ナーブギアっていう、なんかヘルメットみたいなの被って実際に自分がゲームの中に入るんですけど、はい、そのゲームから出らんなくなっちゃう、ね、出らんなくなっちゃうんですよ。で、そのゲームをクリアしないと、うん、本当にその中で死んじゃったら本当に自分もリアルで死んじゃうっていう、現実でそのゲームでね、ナーブギアがね脳に障害を起こしちゃうよみたいな。そう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 、
いやあるんですけど、まあでももしかしたら見てるかもわかんない、ね、有名だし、ね、まあそうですね、全然あると思うんですよ。なかったらでもぜひぜひぜひね見ていただければ面白いですね。オミ君はなんかおすすめのアニメですか？僕は結構あの古のオタクなので、はい、最近のとこは詳しくないんですけど、はい、そうですね、まあいっぱいこう上げたらキリがないんですけど、うん、やっぱ今この時期に光の碁を見てほしいですね。あ、この時期にね、この時期に、まああのね、将棋だったりとか囲碁とかね、現実世界でも結構、うん、まああのニュースになるようになってるじゃないですか。そうですね、まあ、藤井さんがもうそうそうとか、そうなんですけど、まあ、当時囲碁ブームを作った少年漫画といったら光の碁であって、うん、そうですね、あのね、ツッコミどころが今見るとすごいんですよ。だって後ろにね、あんな、いや、そうそう、エボシついたさいや違う、言ったらさ、お化けやん、お化けです、ね、あれお化けなんですよ。藤原の才っていう、うん、まあ、囲碁のすごい強いお化けが、うん、主人公の光っていう子に取り付くんですけど、うんうん、その出会いが、まあ、アニメ始まって本当に 1,2 分ぐらいですぐ出てくるんですよ、うんうん、でおじいちゃんの蔵の中にある囲碁盤があって、そこに血がついてんの、はいはい、でその血が見えるのが光るだけで、うん、でその血が見えたってことは私の存在も見えますよねっつって、その藤原の才ってお化けが出てくるんだけど、はいはいはい、最初やっぱびっくりして気絶すんの、うん、でピーポーピーポーってこう救急車来るんだけど、はい、もうその5秒後ぐらいにお前どっから来たんだみたいな、飲み込み早って飲み込み早になるっていうなんか、ね、ツッコミどころがいっぱいあって確かになんかやっぱさ、僕たちの職業柄なのか分かんないけど、うん、なんかちょっとさ、いやこれちょっとおかしくないみたいなとこ目につきやすいじゃん、まあ、流れとか見てると、うん、そうですね、いやあれがねすごくなんか少年誌らしい疾走感もあって、確かに面白いんですよね。読み切りじゃないのにその速さですもんね。いやそうそうそう続いてるのに、いやもう本当にね、光の碁の回をしたいぐらい僕は言いたいことあるんですけど、今回はね、うん、そういう回じゃないんで、ぜひちょっと見ていただいて、いや流行ったさ神の一手、秋の夜長をですね、うん、あの楽しく過ごしていただきたいななんていうふうに思うんですけど、はいはい、ということでお便りありがとうございました。インスタグラムの方でもね、はい、たくさんアンケートいただいて、はい、こちらの方はおまけの方でですね読ませていただきたいなというふうに思いますので、そうですね、お楽しみに、はい、たくさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。アイファーブのハイハイキャスト、さてあっという間にエンディングのお時間です。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。番組の感想はもちろんのこと、メンバーへの疑問、質問、悩み相談、お願い事などなど何でも OK です。はい、この動画の概要欄に記載のメールフォームよりお送りください。はい、ここで僕たちハイシュパブからお知らせです。はい、毎月1回ハイシュパブのハイシュパンチを配信しています。次回の配信日は公式 X にてお知らせいたしますのでご確認ください。はい、そしてセブンスシングルブリンブリンパーティーが好評発売中です。はい、ハイシュパブの公式 YouTube ではミュージックビデオやダンスプラクティス動画もご覧いただけますので、楽曲や映像の感想はぜひメールフォームよりお送りください。お願いします。お願いします。この番組は毎週ハイシュパブ公式 YouTube チャンネルにて放送予定です。情報は追って公式 X などで告知しますのでぜひフォローよろしくお願いします。そしてこのハイシュパブチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。お願いいたします。それでは今回のハイハイキャストはここまで、また次回も聞いてください。はい、ということでお送りしたのはハイシュパブのオミとマグラでした。また来週。